時は10年後、鬼の力宿りし新たなる男現る。この野郎ぶっ殺せ。本気でやる気は似た目になっても知らんぞ。名前はおゆう、織田城ゆかりの者よ。玄馬の魂をお前の力とし、信長を倒すのじゃ。暗黒騎兵隊といえば、東宗院流の槍の名手として世間に名だたる男。雑賀孫一といえば、言わずと知れた紀州雑賀鉄砲軍団の統領、誰だ貴様。風魔小太郎。助けに来たぞ、十兵衛。行くわよ。憎いんだ。信長、お前を斬る。